桜坂46の森田ひかるです。新たに情報が今回ありますのではい、新情報お願いします。新情報ですか？今ハマってる、今ハマってるものを。なるほど、なるほど、はい、今はピザマンです。あ、まあ美味しいね、うん、どこのが好きとかもあるの？それもない。それはないですね。基本的にピザマンが好きなんだ。ピザマン。ピザマンでもあれ1個食べるのにどれぐらいかかるの？すごい笑ってる。何？頭ぶつけて。え？ピザマンでしょ？え？何？俺バカにされてるんだ。いや、私がちょっと噛んじゃったんです。森田やっぱすぐ笑っちゃうんだよね。ツボがね、ね、あるから。さあ続いて、かりんちゃん。かりんちゃんが考えたキャッチコピー。まず森田につけたキャッチコピー見てみましょう。こちら。フィリピンメガネザルの人間ねえ、ねえ、ねえ、これはもう悪口です。悪口ですよ。悪口ですよ。おー、ディズニー魂。ちっちゃくて目の大きい、あ、これ正直これの、これの人間版ね。本当だ。これの親玉みたいなことだよね。森田がすごい褒め言葉です。目がパッチリしてて、うん、女の子っぽいから。これは多分世界で一番目が大きい動物が猿なんです。フィリピンメガネザル。あ、で人間界で一番大きいのが森田ひかるだから、うん、これにしました。顔もう半分ぐらい目だけど。フィリピンメガネザルは純粋にどうの今の気分？全然嬉しくないですよ。続いて、増本が田村につけたキャッチコピーが田村、これいいですね。こちら、体育半ズボン。体育半ズボン。あ、なんかわかるんだよな。どういうこと？森田がハマっちゃうやつだわ。上はしっかり長袖を着て、ちょっと燃え袖で。ちょっと燃え袖気味で寒いって言ってるくせに半ズボン履いてる。いる、いる。でもそう言われたらそう見えてくるね。でもキラちゃんに絶対変なのつけられるって思ってました。森田もなんかしっくりくる感じした。いや、すごいなんかぴったりというか嬉しくなりました。どうですか、大沼が大丈夫ですか？ちょっと揺れたりしてるんで。乗ってるわけじゃなくて、揺れてる揺れてる。ちょっとね、斜めになってますね。ちょっと、ああ、こう動いてる。じゃあ次行きますか。続いていきましょう。じゃあ小林君。ちょっと前に。なんだ、獣の格好しちゃった小林。いや、その何やの、前傾姿勢。なんか前傾姿勢。なんかあいつ見えてる。大丈夫かあいつ。なんなのあれ。大沼ちょっと分かんないけど、もう大沼には5ポイントすでに入ってます。大丈夫かな。大沼ポイントが5ポイント入ってますよ。なんか前すごい前傾姿勢やん。森田、森田よかったらさ隣見て、隣見て、なんかすごいすごい前傾姿勢やん。なんかすごい前傾姿勢やな。すごいだろ。あいつすごいだろ。いや、なんかすごい笑い声だけ聞こえるんですよ。いや、みんなどんな面白いことやってるんだろう。いや、そう、大沼がさ前傾姿勢だろ。しばらく大沼を見る時間にする。角度がエグくなってってんの、どんどん。森田浮かんでる？はい、大丈夫。大丈夫ですね。さあ、それでは大沼のボケ被らないんでしょうか、お願いします。3、2、1、アクション。もしかしてこれって殿様が生えちゃってます？あ、いいね、いいね、ちょんまげですね。いい、地中に埋まっちゃってるね。こういうことね、殿様が埋まっちゃってるという。あ、これはでも笑顔真顔を見るとちょっとゾクっていうのは分かる人はいるの？おお、あ、なんかよくそういう遊びを増田とするんですよ。なんかどっちが笑顔から真顔になれるでしょう対決みたいな。その増田のやつがうますぎて好きなんですよ。
これはどうですか菅井さん。いやいいです、あのまつりちゃんって普段あんまりそれ出ないんですよ、観察してても出にくくて、だからちょっと見てみたかったんで。いいんだこれが。いいです。はここ心はいつもこうなんだろうな多分。ここは全然あったよ。松田テレビで、テレビ、あテレビ、テレビで、ごめんなさい申し訳な い, ないダメよアイドルだから、はい、気をつけます。そんなん出しちゃう。森田がめっちゃ不条理。森田大爆笑。あ足バタバタしながら見るこれ。あとこれ笑ってはいけないっていう要素もちょっと入ってるので。ああなるほどね、はい、そうかそうか、普通の会話だもんね。それではお願いします。最近さ、うん、なんか、うん、ハマってることとかある？なんかハマってることか。ハマってることね。うち最近めっちゃ、うん、カーテン切るのめっちゃハマってる。いいよ、そう一時期はまとったやろ、うん、めっちゃさ、そうそう好き、初めて知った。そうやん、楽しい、うん、やろ、うち全然違うジャンルなんだけど。あ全然、うん、なんか魚の鱗あるじゃん、うんうん、あれ一枚一枚剥がして貼り絵するんだよね、うん、ああ貼り絵するんだよね。そっか、笑ってますね、笑ってますけど、ちょっと笑ってますよね。でもそう貼り絵して、なんかこの胃の筆が強いのかな。コンクールとか出すんだけど結構いい賞とかもらったりして。結構笑ってますね、笑ってますね。でみんなもやってみて貼り絵、うん、なあれなんどうしたん、何の話してるの。あ最近、最近ハマってることとか、うん、最近、はい、最近でも肘は食べちゃうね。終了で肘は食べちゃう。肘食べるんですか。お腹小腹空いたらね。えどの辺ですか、どの肘の、うん、肘の奥、奥、うん、手前はもう、手前はだってもう承認時に全部食べちゃったもん。奥しか残ってないよね。私でもまだ中間ぐらいまでも行っちゃいましたね。えもう食べんの。う食べます、食べます。出身どこだっけ。北アメリカ。北アメリカもそのあるか。あ北アメリカか、発祥がそうだもんね。そうですね。何かける派ですか。俺はね、俺はその椅子の粉。椅子削って一回それをかける。確かに、やったことなかった。大変だけどね。私は机派ですね。あ、机か。何にかけるの。くるぶしとかにかけて。最初に携帯を持った時、相方岩井を。なんだこれ。八坂本郷支部佐島。うわすごいすごい。さあこれってどういった問題でしょうか。よくこれはすごい。最初に、あ最初にすいません、すいません、森田が、森田、森田、森田俺と被っちゃっただけだから、天の声の方が。あって大丈夫ですよ。最初に携帯を持った時、相方岩井を何と登録していた。いやすごい、うわすごい。さあ続いての問題参りましょう。お願いします。問題、桜坂。あえ森田を撮ってください。カメラさん森田を撮ってください。大爆笑。人のミスが大好き森田が。天の声さんが噛んだだけだから。もう森田は問題考えることできませんね。思い出しちゃうからね。続いて増本のお腹を空かせたい時にしてしまうヤバい行動。トカゲが脱皮した皮を食べる動画を見る。なぜこれを見て空腹になるんだろう。これはどういうこと。自分の脱皮した皮を食べる種類のトカゲがいて、痕跡を残さないために、で自分の皮をこう伸ばしながら食べるんですよ。それがなんかアニメとかでなんか生肉、ピンクの肉をうーって食べてる動画見てるのと一緒の感覚になってお腹が空きます。なるほどね。これ同じような意見が森田からもございました。ヘビ、うん、やトカゲが捕食する動画、脱皮する動画が好きと。あらこれ好き森田。そうですね、なんか最初動画を見てたら急に出てきて、そういう動画がちょっとやっぱ好奇心で見てしまったら、うん、なんかすごい応援したくなったんですよ。その尻尾とかすごい難しそうで、自分で頑張ってる姿が可愛くて、関連でいろいろ出てくるようになったのでなんか見てます。なるほどね。これこういう動画を見ちゃう人に関しても、はい、脇田先生に聞いてみました、うん、はい。動物や生き物が好きな優しい性格だと言えます。いやと思います。サイコパスでも何でもないです。もう
動物や生き物が好きな優しい性格だと言えますよかったね。上北先生もいや何聞いてんですかこれ普通ですよ、ただ優しい子ですよ。そうでしょって、うん、あ、それでは早速参りましょう、うん、先行はチームガチ、よーい、頑張れ、スタート。はい、いいですよ、いいですよ、結構売れるね、これを。そうか、確かにある程度止めないと。おそれそれ、前蹴りで、前回それただの前蹴りでね滑ったね、滑ったね。さあ時間、急いで止めてる、ね、滑ってる、気をつけてください。気をつけて、ノリタが大爆笑、ノリタが大爆笑、笑いすぎてできない。土田さん、ちょっと気になるシーンございましたか。魔の連鎖がありましたね負の連鎖というんでしょうかね。良くない時間帯ありましたね。良くない時間帯ありましたよね。あ、リプレイ見れますよ。で、松田が、ここ松田、松田がずるっとずるっとテープにね、ちょっと滑ってんのかな。でまさかこれまたこの後違うパターンで来るかなと思いきやですね。そうですね、由美子会長が同じパターンだよね。かぶせ、そしてそれで大爆笑の森田もちょっと森田もうダメなのよ。でも行かなきゃ行かなきゃ行かなきゃ時間ない。大爆笑の森田が通過するっていう。ちょっと森田、森田最後ね。あれ見たらもう笑いすぎていけないと。森田の妄想告白シミュレーションです、どうぞ。今日はバレンタイン放課後、私は一人教室に残り日直の仕事を終わらせようとしていた。そうか、ナレーションもやってんだ。そうっすね。あ、光先輩、でかいな制服。おう、リナオくん、ミニの教室にいなのよ。井上くん、そんなの光先輩に会いたいからに決まってるじゃないですか。後輩だまたそうやって。この男の子は1年後輩のリナオくん。入学式の時にたまたま見かけた私に一目惚れしたらしく、こうして毎日のように会いに来る。ヒカル先輩、今日も相変わらずめっちゃ可愛いっすね。はいはい、ありがとう。でもさ、同級生の女の子とかもっと可愛い女の子いっぱいいるでしょ。うわ、いるわけないじゃないですか。ヒカル先輩は霊長類最強っすから何その強そうなやつ。吉田沙保里みたいな。あ、ちょっと待ってください。ヒカル先輩、今日お昼休みクラスで一番イケメンのハブ先輩とちょっと森田森田先輩笑ってるんだら、森田先輩笑っちゃうんだら。リナオくんはいかがでした。いや本当に可愛いんで、うん、リアルに可愛いと思いながらやってたんですけど、まあ、私のちょっと舌当たらずな感じがちょっとゲラを誘ってしまった全然ゲラをね。でもよかった。あ、最初のランキングはこちら、ダンスが上手い人ランキング。いっぱいいる。結構ガチなランキングだ。そうなんですよ、それこそレッスンとかね、そのライブ本番とか見てて、はい、やっぱこの人上手だなってみんなが思ってる層に票入れるわけです、うん、そうです。で、最も名前が上がった人ベスト3を発表していきたいと思うんですけども。なるほど。一応桜坂の父、土田さんにはですね。父なんですか。父とお父さん、こっちは勝手に桜坂の親戚のおじさんと名乗ってやってるんですけど、ちょっと遠いんでね、はい、父としてそのまあ予想と言いますか、はい、ダンスですか。はい、まあ、1位は多分三浦大知じゃないですか。おい、じじい何言ってんだって言わないと。そうだ、森田が三浦大知ツボでした。確かに上手いけど、俺マジで分かんない。これ自分がダンス別にやってたわけじゃないから、はいはいはい、この子が上手いとか上手くないとかあんま分かんないんだね。確かにね、うん、まあ、待ってちゃう。竹本さんどうですか、3位入りましたよ。嬉しいです。1位が三浦大知さんなんだとしたらそうだよね、三浦大知したらね、ランキングですよね。すごいよ、すごいですよね。あ、森田とか背あんま高くないから
埋もれるでしょ、うん、埋もれます。ここなんか背中にくっついちゃいます。なんか顔がチャオズみたいな、ナッパにナッパにひっついたチャオズみたいな。だんだん森田がチャオズに見えてきたよ。自爆しないでそのままサラリーマンの背中で。それではよろしいですね。はい、増本お願いします。か硬い。結構いくな。結構いくな。あれ、あれ鼻炎くそっ。なんだよそれ、なんだよそれ。お前ふざけんなよ。めちゃくちゃ面白いじゃん。自分だけなんだ美味しいとこ。くそっ。お前いけてないのかな。松本史上一番大きな声聞いたよ。まずは西前頭4枚目ですね。乾杯のポーズ、うん、これは大園。はい、大園なんですね。乾杯のポーズ。私と森田の間でもう鬼流行りしました。2人の間で。ちょっとね、周りの人は知らないんですか。知らないです。知らない。2人のお仕事の間でなんか起こったノリだったので、なんか伝わらなくて2人の間でずっと流行ってました。もう半年ぐらい引きずってて、今も今もずっと乾杯のポーズっていうのがあるわけで、なんかいや本当にただの乾杯なんですけど。何なんですか。ただ乾杯してるだけなんですよ。2人でキャッキャです。ライブでもやりました。えどういうこと。えでもホノスとかえって言って気づいてない。ホノちゃんの横で行われてます。え、あ、確かに確かに。何のバディーズって曲で楽しんで集まってくるシーンでやりました。乾杯してんだ2人で、はい、気になる乾杯のポーズがこちら。もう本当に2人だけ笑ってるわ。ちっさ。なんか溜めてこう2人でこうパーンってんのかなってた。急いで早い。急いで。多分曲調に合わなかったからも。確かに合わせるの難しかったです。これが流行ってんだ。流行ってますね。ここで森田から大園にクレームが。なんか初めて隣になった時があって、うんうん、なんか最後ウィアーバディーズドーンっていう最後決めポーズがあるんですけど、うんうん、そこでリハの時に私乾杯するねって言ったんですよ最後に。そうですよね、うん、でいつも違うポーズしてるんですけど、その時はもう本番中ですよ、うん、で大園ちゃん隣にいるから乾杯してる。大園ちゃんめっちゃ前でハブ。それはひどい。これの透かされた映像もあるみたいです。見てみましょう。最後の決めるところね。隣だもんね。隣にいる。いいですよ。やるぞ。やる。やる。顔顔。森田の顔。かわいそう。森田の顔。森田の顔。森田の顔。やばり。チェーンズ。やばり。全然。大園も綺麗に。これはひどいわ。ちょっともう一回見よう。もう一回見てみましょう。ここ見てるから見てるから。やるよねって。やるよねって。もういけるいけるよ。頑張れ頑張れ。いけるいけるいけ。森田の顔森田の顔見てやれよ。これひどい。全く気づいてなかったよ。なんだよ。切ないよ。しかもこの後すぐ暗転なんですよ、うん、今やったのにみたいなリアクションも何もわからないんですよ。真っ暗だから気持ちいつもより暗転するの長く感じちゃって。なんかちょ暗転まだかな。今後もやる。そうですね。乾杯。隣になることがあれば、うん、あでもこれはお客さんとかもね。確かにね。あ、これなんか並んだなと思ったら、うん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 、でもひょっとしたらどっちがすかすかもしれないよね。そうなんですよ。全然関係ないメンバーもやり出すとかね。あ、広がってったらね。そしたら高弘先生がなんかみんな振りを返して急になんかみんなやり出したけどどうしたっつってなる。いやーバディーズで全員で。いやどうしたの。
いって言って。これはどうですか、菅井さん。モニター、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 モニターを取ってください。モニターを取ってください。よかったね。だからうまくないとかあんま分かんないんだよね。確かにそうだよね。言うだけだ。かわいそう、かわいそう。森田の顔。